日本山梨県甲府市竹日向町竹日向町は山梨県甲府市の地名。江戸時代から1875年までは竹日向村と称され、明治8年からは1954年までは野泉村に含まれ竹日向は大あざなとなる。昭和29年から現在までは甲府市の町名。竹日向町は甲府市北部に位置する。一帯は 宇多木小泉郷と呼ばれる渓谷で、笛吹川の支流荒川上流の左岸、帯名山西陸に位置する。現在の集落は、荒川支流、日向沢沿いに分布する。山の傾斜地には、段々畑が開かれていたが、現在では、耕作地はわずかで、地境としての石垣が残され、雑木林や杉、日の木の植林地となっている。標高は650メートル付近。 海の国史によれば、竹日向の地名は、竹の日向を意味するという。戦国期には海、竹田氏の家臣日向山と守るが、北方の片目に認じられ、竹田氏の滅亡後にも当地において機能したとする、伝承がある。近世には成立した旧筋二両では、山梨軍北山筋に属する。両主支配は、幕府直轄領、甲府藩領を経て、享保九年に、 海一国の爆涼化に伴い再び爆涼となる。甲府大官渉支配。領域は東西30町、南北20町で、慶長7年の屋敷町によれば、焼かず11件、500坪。村高は31国余り。周辺には沢が流れているため灌漑用水に不足せず、田畑の他アザブ織の麻畑も作られた。一方で、水害も多発したという。 海の国島紀の十村里部八8875年には、東岸、高成、川久保の所村と共に、農泉村に併合され、高成には村役場、農泉神城小学校が所在していた。地区日光町公会堂細草神社制業は、農業が主で、兼業農家が多い。四海の獅子の獣害が多発しているため、田畑には、ノシシし垣が作られている。他、 漁業として、養蚕、生誕が行われており、昭和63年調査の国土地理院2万5000分の一地図では、集落周辺が桑畑となっており、養蚕が行われていたことが知られる。戦後には、宇多木小戦況が観光地として開発されたため、土産物の売店などを経営した。自社は、集落入り口南の石垣場の高台に、羅漢寺の松寺、 相当囚人員の倉田くさんつねくも跡地があり、現在でも石造物やマ万礼塔などが残されている。また、集落の東にうぶすなとして祀られていた、細草神社が鎮座している。細草神社には正正月の道祖神に際した民族芸能である、死姉妹、鳥さ姉妹が伝えられている。集落には、血の性が多く、カッコは互いに、親戚関係にある。 現在では過疎化が進んでおり、2014年7月、現在の世帯数は7世帯、人口は10名である。山梨県内では竹日向町のほか、富士北六地域に属する南鶴郡を篠村内屋や、同郡富士川口湖町をもとすで現存するイノシシガキが存在している。竹日向町に存在する。 イノシシガキに関して近世紀の文献資料では、竹ひな拓友文書に含まれる文化6年のイノシシカコエギのこと、同年のチョホリスーカ筋万角スジマ文化7年のチョホリミマワリのことの3点の資料が知られる。文献資料においては、貝の国のイノシシガキは、作形式と石積み形式があることが知られ、移行としては2005年時点で、 石積み形式のみが知られる。竹干潟町のイノシシガキは、村筋と中峠筋のイノシシガキがある。貯掘数館道筋万角控え町によれば、村筋の石ガキは、ひなた沢を天然の掘りとし、常雲寺や土地の石ガキを起点に、左回りで猿岩、猿るいは中尾根、ね、三行場、三茂穴尾根、ね、上の山を経由して、中屋川原に至る。集落北側から、 西側の二地歳を囲む、イノシシガキで、新津県ははじめこれを、中屋河原筋のイノシシガキとしていたが、ょ掘り数る間道筋満角控え帳に、中峠筋に対して、村とあることから、村筋のイノシシガキと修正している。村筋のイノシシガキ、村筋のイノシシガキは高さ1メートル、幅70センチメートル程度。石材は、付近から調達されたと考えられており、 花崗岩や安山岩など岩質が異なる。諸掘り数貫道筋万角機会帳に記される一連の地名のうち、寺子は常雲寺字や土地の石垣に相当するとされる。猿岩は不明であるが、日向沢と旧道の通過する谷間に花崗岩の巨石が露出した箇所が見られ、いずれかの岩に相当すると考えられている。石垣は現在の車道により一部切断され、 集落西川の畑地を通過し、これが西尾根に相当し、大見和と呼称される。西尾根から北東へ進むと一部土手の部分があり、再び、イノシシガキが出現すると、文政13年の年季を持つ、コンピラ様と呼称される石祠があり、この付近が三行場に相当すると考えられている。さらに、東へ進むと、イモアナ尾根に相当する高所があり、この付近では、 明治初期から明治20年代の染め付けの磁期類が表面採取されている。芋穴尾根を過ぎるとイノシシガキは下り、上の山の斜面を横切ると終点の中矢河原へ至る。中峠筋のイノシシガキ竹日向集落から南に谷に尾根を越えるとイノシシガキが存在し、こちらは中峠筋のイノシシガキと呼ばれる。傾斜の強い段々畑で、 昭和63年国土地理院地図では桑畑になっており、それ以前は芋類、こんにゃく、雑穀を栽培する畑で、現在は杉、ヒノキの植林地になっている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。